お待たせいたしました。東京12時ちょうど発踊り子13号伊豆急下田終電時行きでございます。先頭の1号車から10号車までが伊豆急下田行き、後入りの5両11号車から一番後ろ15号車熱海で行き先が分かれます終電時行きでございます。伊豆急下田行きの指定席はグリーン車を含めました1号車から8号車です。終電時行きの指定席は13号車から15号車をご利用ください。自由席、伊豆急下田行きの自由席は9号車と10号車です。終電時行きの自由席は11号車、12号車です。これでお手持ちの普通切符の他に特急券が必要です。止まります駅は、品川、川崎、横浜、大船、小田原、湯河原、熱海の順の停車でございます。次の品川到着は12時7分です。川崎12時16分、横浜到着12時23分です。大船12時36分、小田原到着13時1分です。湯河原13時45分、熱海到着は13時20分です。熱海の駅で行き先が分かれます。先に伊豆急下田駅、熱海を出ますと次は網代です。13時34分の到着です。伊東到着13時45分です。伊豆高原14時9分、伊豆熱川14時20分、伊豆稲取14時29分、河津14時35分、終点の伊豆急下田到着は14時47分です。終点伊豆急下田午後2時47分の到着でございます。熱海で行き先が分かれます修善寺行き、熱海を出ますと次は三島です。13時38分の到着です。三島田町13時43分。台場13時47分、伊豆長岡13時55分、大人14時1分、終点の修善寺到着は14時6分です。終点修善寺は午後2時6分の到着でございます。お客様にお願いいたします。車内での携帯電話のご使用は周りのお客様のご迷惑となりますので、踊り子号では電気でおかけになられますようご協力をお願いいたします。またご不便をおかけいたしますが、踊り子号での車内販売はございませんので、あらかじめご了承ください。本日も JR 東日本踊り子13号伊豆急下田終点時ご利用くださいましてありがとうございます。次は品川です。